2本目の走行が終了しました。2本目はブリヂストンの S21、というスポーツタイヤを履いて走行したんですけれども、その直後のタイヤの状況です。こんな感じですね。まあ、30分走行して、先導走行もあるので、まあ、実質25分弱、ぐらいですかね。まあ、結構表面サラッとして、温度的にも合ってるのかなという感じです。こちらがフロントタイヤですね。まあまあいい感じで溶けてますかね。まあ、インプレッションの方なんですけども、結果としては S21 の方がいいです。で、何がいいかというと、コーナリング中、それから立ち上がりで、まあ、滑った時、のフィーリングがすごくつかみやすくて、結果的にペースを上げても安心感をキープできたままペースを上げられるというところで、ブリヂストンの方がいいタイヤだなというふうに今日はとりあえず感じました。ダンロップの方はどっちかというとちょっとフルバンクの時に、まあ、巻き込み気味のフィーリングというところと、立ち上がりの滑り方がまあ少し唐突なところがあって、ブリッブリッブリッと滑るのがまあダンロップだとすると、ブリヂストンはニュル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 っていう感じで前にドライブしながら、滑ってくれるという感じでした。で、それぞれのタイヤの空気圧を、音感、まあ、走り出してから、リア 0.3、フロント 0.2 ずつ抜いて走ったんですけれども、結果としてはどっちのタイヤも、空気圧は高い方がフィーリングがいいです。で、グリップのレベルは下げたから良くなるっていうことは特にありませんでした。で、何がいいかっていうと、まあ、やっぱりタイヤ自体の剛性がまあ低いこともあって、アクセル全開で2速3速で立ち上がっていくとタイヤがまあブチュッと潰れてしまって、まあ腰砕けになってしまうというところのフィーリングが、空気圧を下げすぎるとあまり良くないというところで、やっぱり純正空気圧というのは、結構よくできているなというふうに感じました。詳細の方はまたブログにまとめますので、ぜひそちらをご覧になってください。ありがとうございました。